ます。おはようございます。ちょっと今日はお二人に、はい、言いたいことがあるという人が、うん、言いたいこと、言いたいこと、はい、来ています、はい。こちらの方です。どうもシュウペイでーす。そしてシュウペイでーす。シュウペイでーす。3は多いよ。多い。大丈夫ですか？偽 A マスの方が生き生きしてる。やりにくいね。うん、でも何かをあの言いに来てくれたっていう。物申しに来てくれたんですよ、ね。あのね、君たちはね、はい、ワードセンスがあるか知らないけど、せっかくワードセンスあるんだから、できる装備は持ってた方がいいんだよ。もう装備。装備。はい、顔で笑い取ってる？ね。生かしきれてはないかもしれない。あれだけ呼んだ、はい、ね、ワードセンスやテクノロジーや武器持っといて。テクノロジーは持ってないですよ。持ってないですよ。もったいない。はい、そう。いや、でも それは感じてました。やっぱエレキテルさんは、うん、やっぱメイクと衣装に全神経を注いでるっていう。そうそうそう。どうなってるみたいなのは感じますけど。結構無理ですよね。無理。無理ですよね。そうだね。柔らかさ。え、どういうこと？ちょっと待って。唯一無二というか、もう略して無二だけって言ったら、私多分カタカナと思わなかった。無二って、いやそうそう、まず巻き込まないでください。あのね、はい、出落ちをバカにしてるんだよ。いや出落ちって哲学があるんですよ。してないですよ。出落ちで出て、はい、最後までね、その維持するっていう。どんだけ大変かって いや難しいですよね、はい、それはすごい感じてます。エレキテルさんしかり、やっぱファイブギャップさんとか、明日見に行くんだよ。アルミネにね、ファイブギャップさんチケット取ってね、見に行くすごい。まだ勉強もしている。出落ちがあれば、はい、その余力ありつつ、うん、君たちのワードで、うん、さらにもう怖いものなしだよ。いや、なんか理屈は分かるんですけど、うん、技術を持ってないというか、養成所とかで教えてくれなかったから、うんうん、今のところなんか眉毛つなげるとか、ほくろを描くぐらいしかやってないんですよ。それ、レベル高い。意外と。じゃあ、私たちから、はい、コントの出落ちのテーマを与えるんで、はい、いかにそれを面白くできるかっていうのを、はい、ちょっとやっていただきたいななんて思うんですけど、一回じゃあ自分なりにメイクしてみるってことですね。はい、あの今最高峰にその設定に面白いっていうやつを私たちがします。はい、それを置いてこい。今あるんだ、もう最高峰が。最高峰があります。なるほど。迷惑系配信者。ほう。迷惑系配信者のキャラクターをめちゃくちゃ面白く作ってほしい。迷惑系配信者ね。ドラマ作ってね、ちゃんと。その配信者がどういうキャラクターでとか。ほんまに養成所やん。こちらにね、はい、基本的なセットを用意したんです。何が基本なんですか。これが基本なんや。まあ、これがあれば、はい、だいたいできますねっていうのを用意しまして、うん、使い方は説明しないんで、はい、はい、塩がある。あ、塩。え、これもメイク道具。まあ、メイク道具というか、どう使うかは君たち考えるんだよ。分からん。じゃあ私、迷惑系配信者にちょっとなってくるんで、はい、置いてこい。検討になる。でもまあ、ベースはメイクやから、そう一旦上は意外とこういうのも。あー、これでもあけみちゃんまた違うやつ。これは違うんですか。まあ、カツラはね、かぶらんこともないんですよね。 そうです。その一点だけで笑いを取ろうとすると難しい。足して足して。ああ、いいんじゃない。いいんじゃない。いや、でもタッツンボブおるかな。いや、こっちの方がだいぶやっぱ迷惑系っぽいけどな。もしここが、うん、あのニョロンってなるんだったら、それピンで1本、はい、こうキュッと止めちゃうと。めっちゃ技術教えてくれる。せっかくだからね。せっかくだからね。これは何？これ何に使うやつ？いいんじゃない？これあの水泳キャップ。それどこがなんですか？昔の水泳キャップ。どこがさ、これいいんじゃないかな。わあ、いらんこと言いそう。こっちかもな。これでいこうかな。こっちですわ、私。これやっぱりこれ、うん、これですね。あ、いった。こいつにします。嫌なやつだな、これ。このテープを使いたい。あ、テープってなんやろ。どう貼るんがあれなの。ここに普通にで、上げるんじゃない。
こんなおもろいんや。いいじゃん。鼻開けるおもろいやん。もうええやん。むっちゃおもろいやん。誰考えた人。鼻開けんの。メガネかけてみて。うん。なんやねん、おい。これ嫌だね。は？めっちゃ嫌、こいつ。完成です。完成です。カミティコンドン、ダナコイサー、ナルトミレおしりで髪やれ同じ髪使ってあんなんちょっと待って、あの、はい、いい線言ってるんだけどね、うん、はい、メイクだけで何とかしようっていう考えが間違いだね。あなるほど、顔気に使わなきゃ。ゼロも道具だから。そうそうそう、でフグフグさせる。そうそうそう、あいいね。はい、すごくいい。はい、どこ界隈に出てる人たち？あ、私は大企業の異物混入を全部暴露していく、ちょっと金持ちのおばさんっていう。あ、女性？女の、あの、レンジって名前で、コンビニでレンチンする弁当とか、そういうの全部添加物入ってて、うん、そもそもこんな顔やったのに、うん、コンビニの商品のせいにするやつです。なるほど、うん、レンジス。どうですか？結構仕上がりいいなと思う。うん、うん、そうね。でもちょっと入った時に爆笑しなかったかな。うーん。あー。これは原宿渋谷界隈を、はい、まあこう見たら分かると思うんだけど、はい、商品欲求の塊、はい、で飲食店にこき放ったりとか。芸能人のあの家とか、うん、突したりとか、そういう結構やばい配信者なんですね。で、あの30代後半。あ、意外と若い。それが非常に出てるのね。はい、青ひげと黒ひげ使い分けてる。ごめんなさい、全然わかんなかったです。青ひげ黒ひげ、はい、あとここだけに入れるとか、はい、全体入れるとか、はい、うん、このタイプのラグランのやつ嫌だ。なんかちょうど嫌なんですよね。すごい。こんなん語れへんわ。無理無理無理。ちょっともう一回リバースさせてもらっていいですか？ダメよ。ダメダメ。おお。違う。自分でやるんですか？小学3年生の男の子。小学3年生の男の子。男の子だ。お、面白く。で5パターンできるから。なるほど。ってことは私これ黒を逆にかぶるとかあるんじゃないかな。確かに、こっちも前にしてかぶってみる。いやいや、だって白髪やで。白髪はもう話変わってくるよ。合わせ技やったから。めっちゃ気に入ってるやん。病気の豆。病気の豆。ポルちゃん。むっちゃ嫌な家の子。坊主になればいいんか。ないねんな。でも白か、やっぱ肌は。そう思って、こうしてこう全部を、あ、あの白いのを顔を作ったらいいんじゃない。これどう解釈するの。なんかやめた。初心じゃない、初心じゃない、うん、はい、近づいてきたかもしれない。子供には子供ってこれ。ネットだけよ。死ぬ釣り。
橋本達夫変なうお父さんと妹と血の釣りに行きました。近くない？結構近いけど、あ、なるほど、ど歯だ、歯を言っている。え、屋根の下に投げるといいよと言われたので上の歯を下に投げました。白水が白でいく。ただの白じゃないんだよね、達夫くん、教えてあげて。僕の胴乱の上に塩を塗りました。あー、風強い。キラキラもするし、カピカピにもなります。ポイントとしては、ここ生え際書いてんねや。生え際も作りました。これは富士みたい。これは富士みたいを再現して、ズラをかぶらずネットで坊主を再現する。ちょっと我々頑張ってみたんですけど、って思って。これは どういう小学生の、その3年生で、これは、名前とかありますか？名前は、ケンジです。ケンジで、あの多数決に猛疑問を持ってる子っていうので、え、お、多い方がいいっていう、どういうことですかっていう。昭和の青いから、今青い子いないんで。いないいない。これね、緑の金。緑の金。こっちは白。これはどうすか。これ、これ、これはやばいですよね。親が生きてこんな髪型とかにさせられてて、サダって言って、あの、サッカーだけをやってる男。ちょっと、じゃあ3人子供で、ちょっとどんな感じか喋ってみてもいい、うん、名前を教えてください。え、名前を言わないとあかん理由は、聞きたいからです。ちょ待って、あ、サッカーやってるから、後でいい。まずキャラ入んのが無理だな。積み上げてきた年月が違いすぎます。そう、すごい疲れた。疲れた。あ、考えることやったらあかんねんだよ。What you gonna do?